確かね、この辺りね、うん、スイッチがあるはずな、スイッチがね、スイッチどこかどこかどこだ、この辺り、これ、これ、あ、これ、これ、あ、これだ。ようやく着きました。はい、皆さん、プラネタリウムにようこそ。僕ガチャピン、私めはムクムクのムックですぞ。今日はね、みんなと一緒にこのプラネタリウムで思いっきり楽しみたいと思ってます。ではでは、皆様を星の世界にご案内します。ガチャピン、ムックのプラネタリウムで遊んじゃおう。はい、なんだかボタンがいっぱいあるけど、ありますか？大丈夫？それを言われると私の場合ちょっと弱いな。もう本当頼りないよな。じゃあまず、はい、この星いっぱいって押してみようよ。押してみよう、押してみよう。スイッチ。押しちゃうの、うん、あ、押しちゃった。プラネタリウムってすごいね。すごいでござんしょう。だうわうわうわ。皆さんいかがですかな。皆さんの住んでいるお家からこんなに星いっぱいいっぱいの夜空を見たことはございますかな。どうですか。どうですかな、ガチャピン。プラネタリウムに来てよかったでしょ。最高でしょ、プラネタリウム。あら、ちょっと、なんであなた黙っちゃってるんですか、ガチャピン。おー、ねえ、ムック。はい。この黒って何のボタンかな。黒ですか、うん、なんかね、悪い予感がしますね。触んない方がいいと思いますよ。そう言われると余計気になる。いや、やめなさい、やめなさいって、あなたは。スイッチ。あらら、あん。うわあ、だなんだ、まあ、だな、なんですかこれは。もしかして黒というのはブラックホール。ガチャピン、どうしましょう。ブラックホール、気合いない、怖い、ブラックホール、ダメだ、ね、はい、何慌ててんだよ。ブラックホールは映像だけだって。映像、うん、ああ、そうでした、そうでした、お恥ずかしい。ムックがそんなに怖がるなんて。はい、よし、じゃあどんどん行ってみようよ。はいはい、次は散歩。スイッチ、はい、オン。わあ、散歩って宇宙の散歩のことだったんだ。なるほどなるほど、太陽系でありますな。ガチャピン、うん、水金地下木土って聞いたことあるでしょ。うん、ある。あのね、太陽系ではこんな風にいろんな星が太陽の周りを回っているんでありますぞ。あれはね、ISS でありますな。 ISS？ はい。ねえムック、何それ。インターナショナルスペースステーション、国際宇宙ステーションのことでありますぞ。ISS とはね、15カ国が協力して作った宇宙ステーション。広さはすごいですよ。サッカー場ぐらい大きいんでありますよ。じゃあちょっと見てみましょうかな。基地すごいね。こちらは日本が作った宇宙ステーション内の施設、希望。中は無重力、一応天井と床がありますけど、逆になる時もよくあるそうでありますぞ。